韓国空軍 F-35A 戦闘機の廃却が決定したとの情報をキャッチしました。今回は、この韓国 F-35A 戦闘機の廃却決定がなぜ決まったのかを詳しく見ていきますね。ようやく、マラド強襲揚陸艦が役に立ちますね。昨年2022年1月4日に訓練飛行中であった韓国空軍所属の F-35 ライトニング 2A 型がその最中に機体左部の空気吸入口に和紙を吸い込み、その影響で胴体着陸を余儀なくされるという事故が発生した一件があった。事故発生からこの2022年5月までですでに丸1年4ヶ月が経過したが、このほど、当該の韓国空軍の F-35 ライトニング 2A 型の修理に必要な費用は、1000億ウォン、日本円換算、約110億円相当を超過する見込みと報じられた。韓国空軍の F-35 ライトニング 2A 型は、2019年3月にアメリカから調達した際の1機あたりの購入費用が、およそ1300億ウォン、日本円換算、約143億円相当だったことから、それに近い修理費用がかかる計算となる。韓国空軍側は、アメリカ政府と F-35 ライトニング 2A 型の製造を手掛けるロッキード・マーチン社との協議を継続しており、必要となる修理費用を踏まえた上で、修理自体を行うか否かを判断する方向だと見られている。現時点では、確実に、韓国空軍が、当該の F-35 ライトニング 2A 型の修理を断念したとまでは言い切れない状態だが、これまでに判明している1000億ウォン、日本円換算、約110億円相当という修理費用からは、その可能性が高いのだろう。この件が、F-35 ライトニング 2A 型の製造時点に起因する事故であれば、また違った対応がアメリカ側から用意された可能性もあったが、飛行中に、和紙との衝突で引き起こされたことは、修理費の免責の対象とはならない。今回の事故のあらましは、2022年1月4日、当該の韓国空軍の F-35 ライトニング A 型が、清須基地から訓練飛行にて離陸した後、およそ330メートルの高度において、機体左部の空気吸入口に、和紙の衝突を受け、これを吸い込んだことに起因する。この和紙は、調査によって、およそ 10kg ほどの重さがあったと推定されており、およそ20トンほどの機体重量の F-35 ライトニング 2A 型は、その時約時速 900km で飛行しており、その衝撃は30トンにも及んだと推定されている。和紙は、当該の F-35 ライトニング 2A 型の空気吸入口から吸い込まれ、そこから、同機の胴体内のウェポンベイトの隔壁を通過して、機体内部にまで、その一部が到達。これによって、着陸の動作を阻害する原因となった模様だ。F-35 ライトニング 2A 型の内部の隔壁には、着陸装置、ランディングギアを正常に作動させるための、油圧管や配線が細くされているが、和紙の一部が、それらの機能を、物理的に、使用不能な状態に陥れたと見られている。当該の F-35 ライトニング 2A 型は、和紙の機体内への侵入によって、着陸装置、ランディングギアが作動しなくなると同時に、飛行場からも、各種の操作系への不具合が発生し、やむ、なく緊急着陸を試みることとなった。そのため、当該の F-35 ライトニング 2A 型は、多田機を南道にある水山基地へと向かって飛行し、着陸装置、ランディングギアが作動しないために、同基地の滑走路に胴体着陸を敢行、難易度の高いこの着陸をなんとか成功させた。搭乗者の生命の維持だけに特化して考えるならば、コントロールが困難となった当該の F-35 ライトニング 2A 型を捨てて、緊急脱出を行う方法もあったと思われるが、機体が万が一市街地に
落下する等の被害を避けたかったのだと思われる。一説には、韓国空軍の搭乗者には、かつての朝鮮戦争時に、自国内に墜落してしまって、二次被害を出すことを良しとしない気風が強いとも言われており、今回件では、それが、決死の胴体着陸として生かされたとも考えられる。韓国空軍は、これまでに、40機の F-35 ライトニング 2A 型の調達を予定していたが、今回の事故機が、修理を行わずに廃棄されることが、正式に決まれば、その調達数を39機に減らすことを受け入れることになるのだろう。現状では、ロッキード・マーチン社の最新鋭の戦闘機である F-35 ライトニング2だが、こうした鳥類との衝突、バードストライクは、本家たるアメリカ軍の所有する機体でも少なからず発生している。それは2019年5月に発生したものだが、その場所はくしくも日本であり、山口県の岩国にある在日アメリカ軍海兵隊の岩国基地において、同隊の第1海兵航空団、第12海兵航空軍所属の F-35 ライトニング 2B 型に起こった。このアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型は離陸しようとした時点で、バードストライク事故に遭遇したものとみられ、幸いにも、そのまま離陸自体を取りやめたために、大事には至らず、搭乗者含めて、怪我人もなかったという。それでも、このアメリカ海兵隊の当該の F-35 ライトニング 2B 型は、そのバードストライク事故の影響で、およそ200万ドル、日本円換算、約2億8000万円相当以上の修理費用が必要となるだろうと報じられた。このように、小さな鳥であっても、精密機械の塊である F-35 ライトニング2のような戦闘機に、少なからぬ被害を生じるケースは多く、ことに韓国空軍のような飛行中の例では、大事故につながらなかったことは、不幸中の幸いだったと言うべきだろう。戦闘機に限らず、すべての航空機にとって、こうしたバードストライク事故は、非常に懸念される問題であり、日本の場合でも、国土交通省の発表によれば、年間平均で、およそ1500件以上の、様々なケースの事例が発生しているとされている。日本の空港の場合には、空港のスタッフが、猟銃の空砲を用いて、音で驚かせて、鳥を周囲から追い払うなどの対策が行われているというが、いかんせん対症療法に過ぎず、また、すぐに鳥が集まってしまい、抜本的な対策にはなっていない。そもそも、国土が狭い日本では、大小合わせても、空港自体が、全国で、100カ所程度と少ないわけだが、国土が広大なアメリカは、全国で、およそ2万箇所以上も言われる数の空港を有しており、バードストライク事故の防止は喫緊の課題でもある。そんなアメリカの中でも軍が保有、運用している航空機の数は、全軍で総数1万3000機を超えており、これらに対して、バードストライク事故は、大小を含め、年間でおよそ3000件も発生しており、被害額ならば、7000万ドル、日本円換算、約98億円相当だという。そこで、アメリカ海軍では、無人航空機製造会社と手を組み、バードストライク事故を減少させる取り組みを実施しているが、これは、無人航空機を使用して、鳥を飛行場付近から追い払うというような類のものではない。その手法は、無人航空機を用いて、近隣の鳥の巣をまず探し出し、その特定を行った後、その巣にある鳥の卵に、食用油を無人航空機から噴霧するというもので、鳥の発生源そのものを除去してしまうことを基としている。アメリカでは、鳥獣の害を減らす。
実施を図っており、鳥の巣の発見から、卵の有無の確認、そして、食用油の噴霧までの一連の作業を自律的に行うことを実用化しようとしている。この無人航空機を製造しているのはハードシェル、ラボ社であり、YouTube 上でも、2分弱の映像で、同社の製品が、その一連の作業を行う画像を確認することができるが、飛行に、4つの回転翼を持つ、クワッドコプター型である。ただし、個人的には、こうした手法で、鳥そのものの繁殖を阻害することは、付近の生態系のバランスを壊し予期せぬ別の形の地洗い災害を引き起こす可能性はないのかと、少し危惧を抱いてしまったことも事実である。